はい、どうも、ゼノプロです。よろしくお願いいたします。しますキャラクター面接ゲーム！キャラクター面接ゲームとは、昔から YouTube で面接風の動画って流行ってるじゃないですか。演技力、じゃがりこ面接。はいと言ってはいけない面接。何もかも面白いんですけど、私たち何のせ兄の歌、それをやってもちょっとデュフデュフして終わってしまうと思うんですよ。じゃあどうするか。アニメキャラになりきってデュフデュフすればいいじゃないかと。そうなんですよね。面接ゲームなんだかんで言って、面接してない説。面接って、汚い言葉遣いとかってなるべく使わんように、言葉選んで挑むものじゃん。で、やっぱり世の中のキャラクターを表すんって、言葉遣いとか、見た目とかだと思うんだけど。そうあるね。もうこれだけでね、カグラちゃんって分かってしまうんだけど、このゼノンの見た目で、カグラの喋り方をせずに、カグラって当てるんってめちゃめちゃむずいと思う。これを全て一切封じ込めるのが僕は面接だと思うから。難しいにゃ。リンちゃんだと思うでしょう。逆にあえて一切相手の個性を封じ込めた空間で面接官は相手の個性を引き出すっていうね、質問をしていく必要がある。ルールとしては本当に面接に受けに行く体でやる。そして面接官は要はアキネーターみたいな立場で、そのキャラを何のキャラか当てます。じゃあ早速皆さんも私たちが何のアニメキャラクターになりきってるのか当ててみてくださいね。それでは我がゼノングループに、所属、社会経験がなさすぎて何て言ったらいいか分かんない、まあ、入りたいということでとりあえずじゃあ志望動機言っていただいていいですかね。いろんな星を守るのが得意でして、こちらのグループではたくさんなんて言うんですか、悪者を懲らしめたりでしたりとか、困った人を助けたりっていうような、まあ、正義の味方とか戦士っていったような活躍をすることができるっていうことでしたので、今回応募させていただきました。なるほど。では私に向けられた死ねとかキモいとかいう暴言を吐いたアンチコメントなども排除していただけると。そうですね、悪い悪夢とかも含めて全部食べてしまいます。悪夢も、はい、なるほど。それじゃあ自分の長所と短所お願いします。私の長所としましては、空を高く飛ぶことができる。短所としましては、やっぱり大食いなところがありまして、ついついたくさん食べてしまうところがあるんですけれども、やっぱり確かに短所ではあるかなと思うんですけど、飲み会とかの席になりますと、どうしても余った食材が出てきてしまうじゃないですか。そういう時に最後に自分が食べるっていう形で場を盛り上げることもできますし、短所でありながら長所に変えていくこともできるいい点だと思っています。趣味教えていただいていいですかね。モノマネが、なるほどね、はい、まあ、趣味っていうほどのことでもないんですけれども、そういう人おるよね。じゃあ我が社に入った場合、どんな部署に所属したいとか、どんなことをしたいとか、なるべく詳しく言っていただけると。私結構こう物腰柔らかそうに見えると思うんですけど、実はこう見えてもとっても強い星の戦士でして、最前線でバリバリと戦っていくような仕事をさせていただけたらと思います。なるほど、わかりました。それじゃあカービィさん合格の方はまた後日連絡するので、今日はお疲れ様でした。本日ありがとうございました。やっへい結構難しいかなって思ったんだけど、星の戦士でね、大体分かった。あと長所と短所がすごい分かりやすかった。ーカービィがそんなさ発言してたらちょっと嫌だよね。そう、だからそのギャップがいいなと思ってでは本日はよろしくお願いします。あ、お願いいたします。我が社に応募していただいた理由からお願いします。私は結構何でもできちゃう人で、まあ、どんな仕事についても自分の力を出せるんじゃないかなって思って、御社は楽しそうなことをいつもされているなって思うので、入ってみようかなと思って志望しました。具体的にどういったことがやりたいとかっていうのは決まっていますか？同じ実力の人と戦ってみたいですねそれではこれまで何度か戦闘経験とかあられたんですかね？そうですね、結構小さい頃からそんな感じで育ってきたんで。もしかして毒とか飲んだことあります？まあ家庭の事情で喋り方寄せてます。今回やっぱ喋り方とかで特定されないっていう企画ですので、ちょっとやり直していい？ゴンどうぞ。失礼します。元気だ元気な子来た。あ、どうぞおかけになってください。失礼します。野球部だ多分。で、御社を受けられた志望動機から、あ、御社としちゃった弊社
暇だったんでちょやべえやつ来たまあ暇だったっていうことなんですけども、学生時代は部活等やられてたんですかね。やってないですやべえあの笑顔がすごい素敵だと思うんですけど、よくご家族とかご友人からは何か笑顔について言われたりしますか。特に。弊社に入ってからなんかやりたいこととか入りたい部署とかって決まってますか。とりあえず職に就ければいいかなって思ってるだけですやべえやつ好きな色とかってありますか。これって本当に好きな色を答えればいいんですか自分にまつわる色でもいいですし、好きな色でもいいですし、ちょっとめたくないですかそれあなたの長所と短所を教えてください。長所、そんな薄いキャラおる？消しゴムとか。意外と面倒見がいいところですかね。短所はないですよ。ご兄弟とかはいらっしゃいますか。いません。じゃああなたお名前当てちゃっていいですか。あなたはきっと十四松くんだと思います。いや、あいつと一緒にしないでほしいな。お粗末だ。働いてられっかよこんなところ競馬行ってくれば。うわー、うぜぇ。キャラ薄いってとこがね、大事だったん。それでこんだけキャラない説を押したわけね。そう。にしても喋り方まんまだよね楽しくなっちゃった兄弟おることとかって特に隠してる感じなんか。いや別に隠してはないけど、いやなんて言うかなって思ったら、その兄弟に邪魔されることを想像していませんっていうのかなって思って、いないって言った。なるほどなるほど。あ、でもそれは面白い判断だから、よしとしましょう。それでは次の方。失礼します。足が短い。違います。え、あ、違う。御社を志望された経緯を教えていただいていいですかね。もともと身寄りがなくて、でまあとある男性の方と一緒にたくさんのところを回らせていただいたんですけれども、まあその中でゼノンさんのね、経営されているお店のような温かさに触れて、あ、うち店じゃないです。各所各所で、そう、私たちを癒してくれるような出会いがたくさんありまして、同じ職業というわけではないんですけれども、今度は自分が提供する側に回りたいなと思いまして、御社を志望させていただきました。じゃあ学生時代どんな自分でしたか。厳密に言うと学生時代っていうものは経験していなくて、まあ、ただまあ昔の自分はとっつきにくいような性格であったんじゃないかなと思います。でも今はそういうこともなく、たくさんの人と分け隔てなく仲良くすることができるようになりました。ご自身の長所と短所を教えていただいていいかしら。私の長所としましては、まあ、自分で言うのもあれなんですけれども、とても可愛いルックスであったり、そのルックスのギャップにある、まあ、強さっていうのが私の長所だと考えています。具体的に言うとどういう強さですかね。まあ、やっぱり戦闘能力短所としましては、そうですね、私といると面倒ごとに巻き込まれてしまうっていうことが結構多くありまして、まあ、今後もしそういうことがあっても私自身で何とかしますので、ご心配はいらないかと思います。我が社に入った場合どんな人間になりたいですか。ああ、人間にですか。身長をもっと伸ばしたいなと思います。あなたの特技を教えてください。まあ、戦うことが自分の中では特技かなと思っています。例えばどんな戦い方を特技とされていますか。まあ、私は動きが結構素早いっていう点もありまして、相手よりも早く一撃を加えるであったりとか、体の一部分を硬化させて相手からの攻撃をね、粉砕したりとか、そういったような戦い方を得意としています。今までで一番失敗したなって思うこと、そしてそれに対して自分はどういうふうに解決をしていたかということを教えていただけますか。パートナーを少し死の危険というか、まあ、ほぼ死んでしまったような状態に陥らせてしまったことがあるんですけれども、まあ、それはやっぱり私の実力不足が招いた結果でもありますので、今後は自分の力でパートナーを救っていけるような強い存在になりたいと思います。すいません、性別を聞くのを忘れていました。媒体によって変わる可能性はあるんですが、一応今公式から提供されている情報をもとに考えると男です。自分の体の部分で好きなところとかありますか。耳ですかね。ドラえもんさん耳に執着してるのかなそういうこと、うん、いいですか。じゃあ私名前名乗ってしまっても、ピピクレットピカチュウ、私の名前ピカチュウです。身長伸ばしたい。パートナーと一緒ぐらいの身長になりたいな。そんなシーンあったの。いつもサトシの肩に乗っとるんですよ、うん、同じ目線で旅をしたいと思ってる。だからサトシと一緒ぐらいの身長になりたいと思ってる。え、なにそれ可愛い。効果っていうのは何。アイアンテール。あー、なるほど。電撃打ったらすぐ分かっちゃうから。はあ、なるほどね。
じゃあ本日はよろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。弊社を志望した動機からお願いします。人とのつながりが温かい会社だということを伺ったので、私も人とのつながりを大事にしたいなって思う気持ちと、穏やかな環境で仕事をしたいなっていう気持ちを込めて気持ちがあったので御社を志望させていただきました。あなたの中で人とのつながりを感じるようなエピソードは何かありましたか？私の住んでいた場所が人が困ったら必ず助けるような人たちが多かったので、常にそういう環境で生活していました。長所と短所を教えていただいてもよろしいですか？長所は面倒見がいいとよく言われるところですかね。短所は怒ったら周りが見えなくなる時があるので、それは直したいなって常日頃から思ってます。何かこういう風に改善していけたらなっていうことはありますか？周りの人の意見を受け入れて自分だけで突き進まないようにすることが大事かなって常日頃から思ってます。得意料理とかって何かあったりしますか？割と何でも作れちゃいます。あ、はいはい、どこにお嫁に出してもおかしくなさそうなあなたはきっと園崎紫苑さんですねいえ、美音さん。いつから気づいてた？ケイちゃんお前は本当嘘が下手なんだよ。怒ったら周りが見えなくなるってお前しかいねえじゃねえか。なんでもっと早く俺たちに相談してくれなかったんだ。あんたには分かんないでしょ誰くっそー、レナって言わせようと思ったのに。いや、僕は園田海さんと迷った。おお、意外と、まあ、怒ったら周りが見えなくなるで、まあ、シオンか海ちゃんだなってなったよね。ビンタ海ちゃん周りは見えてると思うけどな。でも周り本当に見えとったらビンタせんくない？でもあれビンタにも意味あるやん。まあまあ確かに。いやでも楽しかったな。皆さん、これ何問分かりましたか？なかなかさ、難しいよね、これ。でも、やってる側は、どっちもめっちゃ楽しかった。いや、当てさせたくない気持ちもあるから、どううまく、こう、すり抜けていくかっていうのは難しかった。なんか、そのキャラについて、自分の中で触れ合えるから、なんか、また一層好きになれたっていうのはあるね。そうだね。もっと、いろんな作品でやりたいなと思ってる。わかる。というわけで、気になった人はお友達とぜひやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いなって思っていただけたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ジェノプログッズ概要欄から実際に発売中です。これはどっちのジェノプログッズではないんですけれどもぜひ気になった方はサイトの方へアクセスしてお買い求めください。よろしくお願いします。うわ、いいよ。なんだこれ？こいつだ。なんかさ、あー、めっちゃ見えるのがすごい今、暗い待ってあの、すみません。はい。はい。はい。紅茶になった。やろうやん。あ。なん、かわいいでしょ、この音。何の音なんそれ。え？ヌッピ。ヌッピーの声？違うよ。誰？ロボット。ロボットっていう声があるアイコン。そう。そう。びっくりせん、この声。さっきびっくりした。わわわわわわわ。よいしょ。あ、カメラ回ってる。